バレンシアストリートサーキットはスペイン・バレンシアの行動コース。2008年の F1 ヨーロッパグランプリで初めて使用された。フェルナンド・アロンソの活躍によりスペイン国内で F1 人気が盛り上がる中、バレンシア市の誘致により2008年から F1 ヨーロッパ GP を開催した。カタロニアサーキットで行われているスペイングランプリは2016年までの 開催契約を結んでいるため、当初2014年まではスペインで一国にグランプリ開催とされていた。しかし2012年にスペイン経済危機が表面化し、2013年よりヨーロッパグランプリがカレンダーから外れた。今後のスペイングランプリはカタロニアとの各年相互開催地となることが一時報道されたが、2013年現在、 カタロニア側の反対により不透明な状況となっている。2007年の第32回アメリカスカップの開催地となったフアンカルロス一世イマリーナを周回する形で仮設コースを設営している。この一帯は歴史ある貨物積み出し港で巨大なクレーンや倉庫群が立ち並んでおりピット施設も倉庫の一部を利用している。コースデザイナーは ヘルマンティルケ。当初は、全長4.1から 4.3km のコースが予定されていたが、最終発表で図のレイアウトに訂正された。全長は 5.419km。F1 開催サーキットの中では、最多の25のコーナーを持つ。ヨーロッパ GP は57周で行われる。自転車競技のブエルター・エスパーニャ2009にて、このコースの一部が第7ステージ。 個人タイムトライアルの舞台として使用された。2013年には、サーキットは管理がほぼ行われなくなり、施設の電気ケーブル類など多数が、盗難に愛好廃状態であることが報道される。当面、国際格式のレースの誘致は困難になっている。ホームストレートから1コーナーの先へ右に緩く、カーブしていき、2.3コーナーの試験では、スタート直後に、 順位争いが行われる。4.5コーナーから加速し、低速の8コーナーを過ぎると、港の出入り口の稼働橋の上を渡る。10コーナーの先は、長い全開区間となり、12から14コーナーを挟んで、17コーナーのヘアピンまで、再び加速する。17コーナー以降の連続コーナー区間も、直線的なライン取りで通過する。 24コーナーで減速し、鋭角の最終25コーナーを回り込むと、ホームストレートに戻る。市街地コースながら、アベレージスピードは高く、コース幅や、セーフティゾーンの広さは常設サーキットに近い。しかし、明確なオーバーテイクポイントがなく、レース自体は、単調な展開になりがちである。その批判を受けて、コースレイアウトの変更も取り沙汰されている。 ありがとうございます。